駅構内駅前風景小畑駅は、兵庫県神戸市西区押部谷町木釣井垣内にある、神戸電鉄青線の駅。駅番号は、キロバイト45。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。駅舎は、下りホーム側にあり、上りホームへは、構内踏切で連絡している。 沿線高ネットワークに接続された駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から自動券売機、自動改札機、自動生産機、TEB カメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっており、構内売店も設けられていないが、駅近辺の商店にて企画乗車券の委託販売が行われている。 乗り場番号は設定されていない。上下とも毎時2本が発車する。上りに限り朝に急行が運行される。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。駅前には住宅は少ないが、やや離れたところに住宅が集中している。南高車線前方新規バス北高車線新規バス1日の乗降客数は、 平成4年度には3952人であったが、平成11年度には2458人、平成19年度、平成20年度には1374人にまで減少している。詳しくは、青線の現状を、参照2019年の年間乗車人数は137000人である。ありがとうございます。